東亜石油工学院は1942年に神奈川県横浜市保土ヶ谷区に設立された日本の私立学校。第二次世界大戦開戦後、日本軍は東、インドなどの産油地を攻略し参加に収めたが、それまで石油生産に携わっていた欧米の技術者らが現地から退散してしまい、急遽石油技術者を自国で養成する必要に迫られた。 財団法人等は石油工学院は日本国家の要請により当時の石油学者からの寄付で設立された。旧正中学校卒業者対象の高等科と高等小学校卒業程度対象の普通科等を置き全寮制で修行年限は1年であった。自費で入学した自費制のほか石油学者が学費会社負担で社員を入学させた委託制が存在した。 学校の校舎は、第二次世界大戦終戦まで空襲に合わず、存続したが、石油工業壊滅とともに、学校も自然消滅したとされる。昭和17年神奈川県国時代644号によれば、創立時の所在地は、横浜市中区山下町32番地とされている。1943年からは、横浜市ほどが岩井町233番地に、 あった、ベースタンダード石油の元家族料を、校舎、寄宿舎として使用した。残影の主人公は普通科所属で、翌1944年5月卒。高等化の年限が異なっていたとは述べられていない。日本の石油業界年表による。残影では、主人公入学の前年に、設立、としか書かれていない。ほどが約379ページ。 残影297ページ。著者も学校終焉の詳細を知らない模様。残影8ページ、22ページ、297ページ。少なくとも1943年から1944年の間はこの陣容。ありがとうございます。